だって子供を一人産み育てるってめっちゃ大変なことでしょ、うん、正直大変です、ね、だって子供を一人抱っこして買い物に行くだけで大変な仕事ですよ。本当そうですね、大変なこと、寝かしつけるだけで大変なことなんです。なんかそれでちょっと月々手当て出せば子供を産むようになるだろうみたいな、おっさんらのそんなあの妙な考え方で子供が増えるわけがないがねと思うんですよ。私双子とか三つ子ちゃんとか育ててるあのママとかパパとかね、むっちゃたもう人に言えない大変さがあると思うんですよね。それはみんなが世の中のみんなが助け合うという雰囲気があって初めて子供を産もうかなとか愛する人のとの子供を作ろうかなとかいう気持ちになるのであって、子供手当がもらえるから子供を産みましょうなんてそんなことを考える人は世の中にいない。マイナカードのポイントだってさ、だってあれコンビニでしか使えないからさ、田舎のじいちゃんばあちゃんはポイントだけもらったって何にもならん。コンビニでしか使えないんですか。普通の商店じゃ使えないんですよ。だからさ、もう騙してるわ。羨ましいですよね。なんか優しくない、困ってる人に優しくない、優しくない、